おっす、おら、ほぼ新宿2丁目最強のバルク、ハラセウンです。はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、企画でコラボ動画です。ということで、どうぞ。皆さん、こんばんは。の美意識チャンネルのアンナです。こんにちは、はじめまして。こんにちは、はじめまして。アンナ美意識チャンネルのアンナさんです。よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。はい、セクシーで YouTuber っていうことで、活動されているんですけども、今日はですね、美女が目の前で生着替えをしても、ゲイは本当に興奮しないのかっていう企画を撮っていこうと思います。っていうのもですね、最近僕、ビジネスホモ疑惑がすごい出てるんですね。ゲイって嘘だろみたいな。お前演じてんだろみたいな、いうことめちゃくちゃ言われるわけですよ。そんなわけじゃなくて、正真正銘の、まあ、ホモなんですけども、そこでですね、本当に僕はビジネスゲイでもなく、正真正銘のホモであるというのを今回証明しようと思いまして、下着をその場で脱いでもらって見せびらかしてもらうということで、本当にそんで興奮するのかしないのかと、なんともないんだぜ、オラみたいなのをちょっと今回撮っていこうと思います。じゃあ今日はアンナさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、よろしくお願いします。いや人前で着替えるの初めてなので。あれですか、その初を僕に捧げてくれる感じですね。緊張しますね。僕もですね、女性の生着替えをこんなまじまじ見ることが人生初なので、まあ、ちょっとね、楽しみというのも、あるんですけども、まあ興奮はまた別なんで、どうぞごゆっくり着替えてください。はい、どうぞ。着替えていきます。はい。まずブラから着替えます。はい。なるほど。おお、これがブラというものをまじまじと見るのが初めてなんですよね。恥ずかしいんですけど。ピンクのブラと小悪魔的な感じの色合いですね。黒にピンクと、まだこっからですよ。ほんで、じゃあちょっと、はい、近い、恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっと V 撮ってなんですけど、どうですかね。これはセットで買った女性の、まあ、下着をね、こうやって見るのも人生初だから、でも後半全くしてないんだけど、洗濯物でたまに実家でね、干されてるのをチラって見るくらいかな。こんなまじまじと見るのは初めてですね。で、まだ後半してないですか？全く。こっから先、新しいのに釣り替えると。そうですね。なるほど。じゃあこの、下着。おー、すげえ、スケスケですね、これは。着替えます。はぁ。おかしいな。はあ、もう履いたと。あれ。次はブラです。これがブラですね。失礼。どうですか。触ってもいいですか。はい。失礼します。この着替える時が結構難しい。難しいですね。上を着たまんまだからね。そうですね。うん、人前で着替えるのは初めて。初めてです。確かにこんなのないもんな。こんな見られながら。確かに、うん、ちょっと手こずってます。あ、やばい、このまじまじと。はい、着替えてみました。終わりか。着替えてみたんですけど、どうでしたかね。なんて言えばいいんだろうな。普通に女性が目の前で着替えている、それだけ。男性が目の前で着替えるっていうのは今まで何回もあるんですけど、なんかそそられないね。いや、やっぱ予想通り何ともないですね。これが今まで着用してたブラとね、下着ですよね。はい。僕ね、多分これ男のね、まあ、好きな人のものだったらね、もう大変だと思う、これはもう。なんともない。まだなんともないですか。なんともない。こんなんじゃ興奮しないですよ、やっぱね。うん、リーを舐めてもらっちゃ困りますよ。ちょっと生着替えじゃちょっとダメだったので、
今度は餌付けで。餌付け、いや言い方どうにかじゃあ会いたいと思います。ちょうど僕胸肉持ってきてるんですよね。その胸肉を食べさせてあげたいと、餌付けしたいということで、急遽ですね胸肉をちょっと使って動画撮っていこうかなと思うんですけど、まあ同じような、ね、結果になると思うんですけどね。めちゃくちゃ来ていいんで、全然もう何しようがいいんで、はい、望むとこですね。次こそ、次こそははい、じゃあよろしくお願いします。はい、ということで僕がね後で食べる予定だった胸肉を急遽食べさせてもらうんですけども、どうやって食べさせてくれるんですか？これはこのまま手で手で噛んじゃって、お、冷やしてくれるふんふん、下へこのまま、あーあー、めかぶめかぶをこのまま、これもどうですか？あれ、うん、まあ、いつもの胸肉ですね。おかしい、まあ美味しいけど、あ、なんか落ち着かねえわ。もう一口ちょうだい、もう一口、あ、冷やしてくれるああ。どうですか？落ち着かねえわ。めかぶめかぶ、はい、ああ。うん、いつもの肉だなこんなね、至近距離で女性にねあんしてもらうのはいい経験だとは思うけど、なんもねえな、ダメだあれもういい、もうそろそろいいかなはい、ということでお疲れ様でした、皆さん。お疲れ様でした。いやー、これまたねコメント欄が荒れそうな気しますねこれはまたね、ハグがただ案してもらいたいだけだろうとか、またこいつビジネスホモだとか言われちゃいそうな気するけど、カメラ回ってない時でもね、本当にもう特にシーンと、特にもう興味一切示さないみたいな感じでまたねまとめを取り始めちゃってるんですけども、普段こんな人前で着替えたりもしくは案なんてしないでしょうからね。でも今日緊張したと思いますけども、はい、大丈夫でしたか？もう本当にめちゃめちゃ緊張しちゃって、でもちょっとあの手この手で誘惑してみたんですけど、うん、ちょっと悔しかったですね。逆に、まあ、アンナさんの方が緊張してしまったということで、まあ、僕はねマジでビジネスホモじゃないから正真正銘のゲイということで、今日はね皆さん分かっていただけたと思うんで、アンナ美意識チャンネルさんのアンナさんのねチャンネルも概要欄に貼らせていただきますので、気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、今日はコラボありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、せっかく今日はねコラボしていただいたということで、絶対にカットしないんで、もう誰も聞いてないんで、ここ室内だし、もう恥ずかしがらずに、じゃあジム行くってちょっとね、はい、アクション動作を入れていて入れ交えつつちょっとお願いします、はい、では行きます、はい、3,2,1 どうぞ。